ちは。よく保育園に看護師さんがいるって知らなかったというご意見や、一体どんなことをしているのといった質問をよく耳にします。そこで今回はほんの一部ですが、保育園の看護師さんのお仕事についてご紹介したいと思います。イメージとしては小学校の保健室の先生でも、実際は保育園に保健室というものがないのと、自分の体調を伝えることが難しい乳幼児が対象なので、普段は保育の現場に入ったりしています。その中で時には子どもたちや保育士さんに保健・衛生の指導をしたりしています。子どもたち自身が自分の体のことを知り、興味を持ってもらったり、手洗いや鼻の噛み方などの正しい技術を身につけてもらうために行っています。紙芝居や本を使ったり、専用の台を使ったパネルシアターや、私自身が作ったものを使っています。時にはトナ君、ウサピョンなどの相棒も登場します。手洗いチェッカーで手洗い後の洗い残しを見たり、手遊びや体操をしたり、子どもたちが楽しくお話が聞けるよう工夫してます。うちの子から話聞きましただったり、まだ上手にできないけど家で一生懸命やっていますなど、保護者の方々からの声もいただけ、とても嬉しいですし、やりがいを感じています。ぜひ地域にある保育園を身近に感じてください。ご家庭と違った刺激が保育園にはたくさんありますよ。園庭開放や身体測定、育児や栄養の相談、一時保育などさまざまなことを保育園ではやっています。気軽にお問い合わせしてみてくださいね。